皆さんこんにちは、ナミです。今回は藍染めです。藍って染め物界のキング、なんかこうね、頂点に君臨しているっていう感じがね、私の中ではするんですね。このハイドロコングを入れていきます。今日も暑いです。昔ながらの藍を発酵させる縦染めと呼ばれるものは難解で、なかなかこう素人がね、こう始めるのがちょっと難しいんですよね。でもね、とにかくね、そのやってみたいっていう思いを叶えるためにハイドロコングという薬品を使ってやってみました。この方法だと乾燥場があれば一年中季節を問わずに染めることができます。手間と時間がかからないので、初めて藍染めをやろうと思っている方にもおすすめです。これから夏に向けて藍がどんどん育ってくる季節になりますので、もうどんどん刈り取って乾燥させて取っておくと、いつでも藍染めができるということですね。動画の最後の方に、この時に染めたもの、実はこれ10ヶ月前に染めたのですが、これがどんな風に色が変わったのか、堅牢度についてもお話ししたいと思います。ハイドロコングという薬品を使うことにやっぱりちょっと躊躇するわけなんですが、まあいろいろ調べてみて、まず換気をして、マスクとゴム手袋をするというのがベストだと思いました。私は真夏に外でやったので、もうちょっと暑すぎてマスクはしなかったのですが、季節の良い時期に外でマスクに手袋っていうのが一番安心かなと思います。まず必要なもの、藍の乾燥葉 50g、 これに対してハイドロコングとソーダ灰を水1リットルに対して 6g ずつ使います。私はお鍋が小さいので、1回につき2リットルの水で染液を作ることにしました。これをもう一度繰り返して合計4リットルの染液を作ります。そうすると1回につき2リットルなので、2リットル×6グラムで12グラムずつのハイドロコングとソーダ灰を使います。染液は2回作りましたので、12グラムずつを2回で合計どちらも24グラム必要になります。動画のようにね、こう1回分ずつ小分けにしておくと便利です。いろいろな方のやり方をネットで拝見させてもらったのですが、ハイドロコングとソーダ灰の量も実に様々なんですね。で、自分にとって覚えやすい1リットルで6グラムというこちらの量にしました。目安としては乾燥葉の2倍の量のものを染められます。私の場合は藍の葉っぱが50グラムなので、100グラムのものを染められるということになります。でもね、実際はね、もっと染めてます。そして最後に鮮やかな青を作るためにお酢または酢酸、クエン酸などを使います。私はお酢を使いました。はい、どうして藍が染まるのかっていう、そのメカニズムについてなんですが、ようやく分かったので皆さんにシェアしたいと思います。昔ながらの伝統的な藍染めって発酵させるじゃないですか。なんでね、発酵が必要かっていうとね、このね、インディゴというこの色素、この藍の葉に含まれている色素は水に溶けないんですね。なので普通の他の草木染めのように、こうお鍋の中に葉っぱを入れてお水でこうグラグラ煮出して、その染液を取って染めるっていうことができないんですね。それをできるようにするのがこの発酵という力なんですね。で、このね、今回私はこのハイドロコングとこのソーダ灰、これ比
クマちゃんじゃないですよ。これね、ソーダ灰がちょっと今手元にないので、一応これをソーダ灰ということにしときますが、ハイドロコングは繊維の中から酸素を取り去る作業をしてくれます。そしてお水にね、このソーダ灰を入れてアルカリ性にすると、藍の成分のインディゴが溶け出してきて染めることができるようになります。このね、藍の成分のインディゴがお水に溶け出した状態のところに、この布をね、こう入れてチャプチャプすると、そこにね、布の表面にこのインディゴがくっつくんですね。で、これをこう取り出して空気でシャカシャカシャカーとして酸化させると、インディゴがね、またさらにこうキュッと中に、引っ込んじゃうんですね。そういうことなので、藍染めっていうのは色持ちがとってもいいそうなんです。はい、この中には藍が 50g 入ってます。一度この中で、この沸騰直前のお湯の中に10分ぐらい浸して不純物を取る作業をします。はい、10分経ちました。だいぶ黄色い液ですね。これはもう捨てます。染めるものはこの T シャツ、なんか、まあ、これ実験なのでね、ちょっとこういう模様を入れてみようかなと思って、これね、今ね、沸騰したお湯を1リットル持ってきました。どちらか、これはソーダ灰かな。そしてハイドロを加えて火をつけていきます。これで沸騰したら中火にして5分ぐらい煮ていきます。あ、なんかすごいブクブクいってる。ちょっと弱火にしよう。弱火で、よいしょ。5分煮たので火を止めて、これで10分置いとこうと思います。これが一番液になる。あ、すごい黄色、あの色。ほら、お箸もちょっと青くなってきました。はい、10分、お、経ちました。わー、なんかすごい膜が張ってる。うん、確かにちょっと不思議な匂いがしますね。なんかもうこれ青くなってるよ、ほら。この入れてたやつ。わあ、こっちは黄色。わあ、何が起きてるんだろう、すごい。これは1回目の液です。青い泡が立ってます。ともかく熱いです。ハイドロコングが古いと還元、すなわち繊維の中の酸素を取り去る作業がうまくできなくて膜が張らないんですね。そうすると染まりが悪くなるので、ハイドロコングは新鮮なものを使うことがポイントです。もしも膜が張っていなかったら、ハイドロとソーダ灰を少しずつ加えて様子を見てください。はい、じゃあ2回目いきます。沸騰したお湯を、はい、ここにソーダ灰と、おお、ハイドロコング入れていきます。はい、今沸騰するまで煮ていきます。
あ、沸騰してきました。じゃあ中火にして5分煮ます。はい、じゃあ5分経ったので止めて、これからまた10分待ちたいと思います。はい、10分経ちました。はい、2番液はこんな感じです。熱いよ、全然まだまだ熱いから。よいしょ。じゃあ1番液を足して、はい、じゃあこれから染めていきます。ほらね、泡立ってますよ。これが花かな、愛の花っていうやつかな。じゃあちょっと行ってみたいと思います。これが今何度なのかちょっと分かんないけど、もう弱火ぐらいにして火をつけました。まずね、いいか、ちょっと染めてみちゃおうか。うわ、なるべく表面に出てこないように。なんか空がゴロゴロ言ってるんだけど大丈夫かな。入れたら絶えず動かすんだった。ここも切れちゃった。表面に浮いている部分はその分早く酸化してしまうのでムラの原因になるんですね。なのでなるべく表面に出ないように水面下で、そしてさらに動かしながら染めるといいと思います。はい、じゃあ絞っていきたいと思います。まずね、このちっちゃいのから。とりあえず今ここで10分から20分ぐらい、そしてそれから洗っていきたいと思います。はい、今これ干して10分ぐらい経ちました。もうね、早く結果が知りたいのでちょっと洗っていこうと思います。この洗濯バサミは借りようかな。あ、すごい模様ちゃんとついてる。はい、じゃあこれ洗っていきます。はい、じゃあ今度はこの青をね、シャキッとするためにね、お酢の量なんですけどね、今回私は1リットルのお水に対して 10cc ぐらいですね。だからだいたい大さじ1ぐらい入れたのですが、これもうちょっとね、次回は舐めたら酸っぱいぐらいの量にしてやってみようと思います。これだとね、お酢を使った場合すごくたくさんいるので、次回はクエン酸を使いたいと思います。クエン酸の場合は水1リットルに対して 2g 程度のクエン酸が良いそうです。今洗って、お酢を入れたお水の中につけてます。はい、それでは5分ぐらい経ったのでこれを脱水して
そして陰干ししていきたいと思います。はい、じゃあ結果発表していきたいと思います。はい、こちらが毛 100% の毛糸です。こうやって染めるのかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ中に毛糸も染めてみようと思います。あっという間にねこんな青になりました。洗ってみたら最初すっごい表面がヌルヌルして、なんか洗剤かなんかついてるのかなっていうぐらいすごいヌル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 したんですよね。これ後から気がついたのですが、藍染めの染液は強いアルカリ性なので毛糸を染めるには向かなかったんですね。なのでね、ちょっとね毛糸の表面がねだいぶ傷みました。毛糸を染める場合は、生葉で染めるのがいいと思います。この辺、ちょっと模様入れてみましたがどうかな。これも畳んで三角に折って、そしてこれは結構いっぱい洗濯バサミで留めてみました。これはねもう乾いたまま入れてしまいます。はい、こっちは水玉です。これは結構ね色がくっきりと模様が出て可愛いかなと思います。これはあんまり分かんなかった。多分こっちが2回目の染めたやつなんじゃないかなと思ったけど、あんまり、あ、なんか全然ダメで、これは10円玉と洗濯バサミで留めています。これはですね、あ、すごいゴロゴロいってる。ここにもっとねくっきり色が入るんじゃないかなと思ってたんですけど、どうしてでしょうね。しかもこの10円玉を使ったところがちょっと色が落ちて焙煎したみたいになってます。そしてこれが、これは実は3回ねやったんですけどね、振って振って、じゃあもう1回入れて、思ったほど濃くは染まりませんでした。これはダブルガーゼです。綿 100%、ね、まあ思ったようにいかないもんですよね。そしてこっちはね一番最後に染めた綿麻です。こういうシミができちゃいますよね。こんな色になってます。まだね泡が青いのでまだ染まるんじゃないかと思います。すごいシャリシャリっとした、うん、すごく気持ちいい素材なので、これで夏のブラウス作ったらすごい素敵なものができるんじゃないかと思います。もうちょっとね乾かしたら、取り込もうと思うんですが、本当はね日陰らしいんですけど、もうお日様が出てないので外に干してます。すごいさっきからゴロ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 言ってて、このお空が。濃く染めるには染液につける、絞る、空気にさらすを繰り返して濃くしていくんですね。私はこの時3回だけしかしなかったんですけど、本当はもう10回も20回も繰り返して濃くしていくようなんですね。なので次回はもっと回数を増やしたいと思います。それとこの時使った藍は前の年の10月に収穫したものだったので、最盛期をもうとっくに過ぎた藍だったんですね。一番色素が多いと言われているのが7月下旬から8月の頭なので、次はこの時期に収穫した藍で繰り返しの回数を増やして試してみたいと思います。そしてこちらの方はキャミソールです。これは本当に薄く染めようと思って、7分ぐらいかな使
けといただけなんですけど、こんな風に爽やかな水色に染まりました。はい、そしてこれがその時にね、作ったキャミソールです。もうね、そうですね、これはもう毎週洗ってるのでかなり洗濯も繰り返しています。そしてね、普通にね、他のものと一緒に、普通の洗剤で洗って、こんな感じなので、まだねこの水色というかこの爽やかな藍の色がちゃんと残っていますね。そしてこの後ろにあるのがね、その時染めた藍ですね。これぐらい色が違います。こうやってね並べてみるとすごい違うのかなと思うんですが、そんなことないんですよ。まだまだね全然藍の良さが残ってると思います。ちょっと色がね薄くなってもやっぱりね藍はねいいんですよ。藍はやっぱり藍なんですよ。片方だけ出来上がりました。ちょっとね糸がちょっと傷んでたと思うのでね、くる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 回って多少の編みにくさはあったものの、ちゃんとね編めました。でもねこの方法でね、毛糸を染めるのはちょっともうやめようと思います。